ご視聴いただいている皆様、こんにちは。米活チャンネルの内橋です。今日はですね、座学のお時間です。今日皆さんと勉強するのは水についてお話ししていきたいと思います。水はですね、パンを作る上で非常に大切です。その水についてあまり知らずに、でパンって言ったら水入れて当たり前みたいな感覚で使われている方も多いと思うんですね。で実際私も初めそうでした。特に何も考えずに水を入れてました。ですが水もですね、ちゃんと意味を持って入れてるんですね。そういった理由だったり、水を入れることによってどうなるのか、パンに適している水っていうのはどういうものなのかっていうのを今回はお話ししていきたいと思います。今日お話しする内容は基本的に2つになります。まず水を入れる、水の役割ですね。こちらが1つ目になります。そして2つ目はですね、どういった水がパン作りに適しているかっていうのをお話ししていきたいと思います。まずは水の役割についてね、お話ししていきたいんですけども、水にはですね、たくさんの役割がありますので、全てをねお伝えすると膨大な量になってしまいます。ですので基本的に理解しておいてほしい3つをですね、説明していきたいと思います。まず1つ目がですね、小麦タンパクが水を吸収することによってグルテンというものが形成されます。このグルテンによってパンっていうのが作られます。ですのでこのグルテンがないとパンっていうのは膨れないですし、あのふわっとした食感っていうのは生まれないんですよね。そして2つ目がですね、加熱によってでんぷんに吸収されて、でんぷんの固化をですね、促進する役割があります。固化っていうのはアルファ化とも言いまして、粘着性のね、こうのり状になるようなことを言います。この固化によってですね、パンを食べた時のあの吸い付くようなしっとり感っていうのが生まれるんですね。そして3つ目がですね、でんぷんやグルテンと結着して保水性を向上させます。これによってパンを食べた際にしっとりっていうのを感じることができます。これがないと焼けた時に全て水分が蒸発してしまって、いわゆるパッサパサのパンになりますよね。でもこれがあることによってパンとしてしっとりした食感っていうのが生まれています。以上この3つがですね、大きな役割になります。もちろんこれとは違ったり、これとはイレギュラーのようなパンももちろんあるんですね。でもそういった例外のものは取り除いて、基本的な役割の知識としてこの3つを覚えておいてもらえるといいと思います。これ以外のイレギュラーなパンは実際に作られる際に学ばれたら良いと思います。逆に今入れてしまうとこんがらがってね、ややこしくなってしまいますので、今はこの3つの知識だけで十分です。そして次にお話しするのが2つ目のポイントになります。こちらがパンに適した水っていうのはそもそも何なのかっていうところをお話ししていきたいと思います。まず水っていうのは硬度がありますよね。硬度が低ければ軟水、硬度が高ければ硬水になります。水の硬度っていうのは ppm で表されるんですけども、パンに適した ppm っていうのはだいたい50から100、110ぐらいになりますね。そしてこの ppm なんですけども、私もね、実は最近知ったんですけども、ちゃんと読み方がありまして、パーツパーミリオンっていうらしいです。でもね、パーツパーミリオンってなかなか言わないと思いますので、まあ、ppm っていう形でいいと思います。ではですね、軟水と硬水、それぞれでパンを作った場合どうなるかと申しますと、まず軟水はですね、ちょっとね、こうべったりした、もっちゃりしたような、こうべたつく感じの生地になりがちなんですね。ですのであまりですね、軟水に寄りすぎても生地の扱いとか生地のまとまりが良くなくなってしまうのでおすすめいたしません。でもですね、逆にじゃあ硬水がいいのかって言ったらそういうわけでもないんですね。で硬水にすると逆に今度はね、生地が締まりすぎてきつなって生地切れをですね、起こしやすくなってしまうんですね。ですので硬水がね、パン作りに向いてるわけではないんです。じゃあ一体何が向いてるのか、どっちが向いてるのかって思うと思うんですけども、どちらにも振り切らない、よっかからないぐらいの間ぐらいがね、ベストなんです。ですのでだいたい50から100、110ぐらいの間の硬度でパンを作られると良いと思います。そしてこの基本的なこの50から110っていうのは日本の水道水がだいたいそれぐらいになります。ですのでご自宅でね、パンを作られる際は水道水で良いと思います。もちろん水にこだわることも大切ですし、例えば海洋深層水だったりアルカリイオン水があると思うんですけれども、そういったのはいろいろこうパンを作って慣れてきて、全てをある程度理解した上で試されるっていうのがベストです。ですので初めてパンを作られる方とか初心者の方は、普通に何も考えずに水道水を使うっていうのが良いと思います。そして水の属性でね、もう一個分けられるものがあると思うんですけど、これが酸性かアルカリ性ですよね。この酸性かアルカリ性なんですけども、まずアルカリ性っていうのはパン作りには基本的に向かないです。アルカリ性っていうのは酵母との、ね、相性が非常に悪いんですよ。
ですので酵母の活動をね邪魔してしまって発酵っていうのがうまく進まなかったり安定しないです。ですのであまりパン作りには向きませんというか基本的には使わないですね。ではですね逆に酸性はどうなのかっていうところなんですけれども、これも極端に酸性すぎるとグルテンが溶けてしまったりしてあまりねパンに向かないんですよ。でも完全に中性っていうよりも若干酸性より pH で言えばだいたいP6 から7ぐらいの酸性ぐらいがちょうどいいと思います。ですので完全に中性っていうよりも若干酸性よりがベストだと思います。それによって酵母のねこう活動をね助けてあげたり、あとはね適度に生地を締めるっていうことにもつながります。ですのでもしこだわりの水を使われる際は若干酸性よりの水を使われると良いと思います。そしてこちらも基本的に日本の水っていうのはどちらにも寄ってるわけではなくて中性よりも若干酸性よりですので非常にパン作りに向いた水道水っていうことになります。以上2点を説明させていただいたんですけれども、結論をお伝えいたしますと日本の水道水はパン作りに向いてるっていうことなんですね。ですのでこういったことを踏まえてそして知識として置いておいて安心してご自宅の水をですね使ってください。ですが時々ですね地域によってはねアルカリ性によってたりすることがあるんです。ですのでその際はねちょっと検査してみても良いかと思います。ということで本日は水についてお話しいたしました。お分かりいただけましたでしょうか。こちらお話しした内容は基本的なお話になりますのでもちろん例外も含まれます。ですがそれはですねそういったパンを作られる際に学んでいただければ良いと思います。逆にたくさんね一気に入れすぎてもややこしくなっちゃいますので、まず一つずつそして基本から学んでいきましょうね。本日の座学はいかがだったでしょうか。このチャンネルではパンのレシピだけじゃなくて製パンのね知識だったり座学っていうのも皆さんと勉強していくような動画をね配信しております。今後もですね継続してこういった動画も配信していきますので、もしよろしければグッドボタンそしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ではですねまた次の授業そしてまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。じゃあねバイバイ。